どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとまた新しいことをちょっとやってみました。まあ、いつも結構やってるんですけど、このピンの留め方を、簡単に分かりやすくちょっとやってみました今日は。で、多分いつも普通につけても結構難しいかなと思うんですけど、まあ、この方法やったら結構ひょっとしたら結構つけやすいというか使いやすそうな方法かなと思うので、いつもピン止めで悩んでる方、この方法で一回ちょっと試してみてください。結構なんかシンプルで止まって面白いかなと思いますんで、参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。じゃあ通常のやり方をやっていきます。ちょっとお団子で今回はやっていくんですけど、普通に根元に向かって少しねじりながら巻きつけていきますね。で、巻きつけたところでこの部分ですねの髪の毛にピンをまずちょっとかませます。でもなんかどのぐらいの量でかましたらいいかとか多分結構分かりづらいかなと思うんで、結構ここで皆さん迷われるかなと思うんですけど、まあ多分まあ普通に上っ面の部分このぐらいで入れて、でそのまま根元につけて横に倒してぐさっと刺すんですけど、まあこれでまあ普通に止まるのは止まるんですけど、まあちょっと弱めなんでまたこう補強で何本かつけた方がいいと思うんですけど、まあ美容師さんとかやったら、まあ慣れた人やったらまあできるかなと思うんですね。でもこれ普通に自分でやると難しいっていう方向けの、これやったらちょっと分かりやすく簡単にできるんじゃないかなっていう方法を今からやっていきます。もう一つの方法なんですけど、まあ毛先の部分だいたいまあここでピン留めようかなっていう部分でゴムでまずは結んじゃいます。そんなギチギチじゃなくて、まあ軽く止まるぐらいで OK かなと思います。で次に、まあ、さっきと同様にこうねじっていきますね。お団子にくるくるっとねじっていきます。でさっきはもう普通にこの状態でここの上っ面の部分ですね、ここの部分にこうピンを刺してやってたんですけど、今回はゴムがあるのでゴムの部分にピンをまずくっつけていきます。ゴムにこう引っ掛けるような感じですね。短い方のをゴムの部分にちょっとぐさっと引っ掛けて、こんな感じですね。もう1本でも2本でもどちらでもいいです。をくっつけて、でその状態で根元につけてそのままぐさっと中に入れます。まあ、これだけでもまあ弱いのは弱いんですけど、やっぱこうどこに最初につけたらいいかっていうのがちょっと分かりやすく、でそのピンを刺せばいいので簡単になんか個人的には止まるかなと思います。ピンの付け方です。このゴムの部分にこう全部入れちゃうと結構こうピン入れた時にこんなんぐらいして開いちゃいます。この方法でピンを留めると、止まりづらいので注意してください。ピンをつける時の正しい方法です。ゴムの部分を、まあ、少しだけすくって、でそのまま先っちょまで入れちゃいますね。入れると、まあ、こうここの刃先が狭まってる状態。この方法でピンを留めると結構しっかりと止まりやすいです。だいたいピン1本留めたら多分そんなにちょっと強くないかなと思います。特にお団子とか髪の毛の多い方とかやったら、まあ、ギリギリ止まってるかなと思うんで、まあ、大体僕だったら3本ぐらいつけます。でもうこの止まってる状態だったらもう普通にピンあとつけちゃえばいいかなと思うので、まあ、毛先の部分ですね、この辺の部分とかをちょっとまあ中にしまい込んでぐさっとピン刺して中に入れちゃって、でまあ大体こう僕の中でですけど、まあ、三角にちょっと止めちゃえばいいかなと思うので、あとまあ上に、まあ、こんな感じで今ちょっと止まってるんですけど、まあ、3箇所ぐらい止めちゃえば結構もう動かないかなと思うので、まあ、最初のこのピンの留め方、まあ、ゴムを使ってそのゴムにピンを刺して差し込む
方法だと結構簡単に最初に止まりやすくなって、でそれをこう3本ぐらい補強してやれば1日持つピンの止め方になるかなと思いますので、まあ、こういうちょっとやり方もあるかなっていうことをちょっと覚えてもらえれば、まあ、ちょっと使えるかなと思うので、よかったらこの方法でも試してみてください。